パパパパパビューと空を行く光より速いのさ輝く強化服かっこいいぞ僕らの僕らの高速レースパービピビピピキュンと誰か呼ぶピピピピピキュンと誰か呼ぶすぐに行く助けるぞ七つの能力かっこいいぞ僕らの僕らの高速レースパアンドロメダ星雲で爆発した星がある。エスパー星だ。アンドロメダ星雲の中で一番地球に似た形の星だ。係長。なんだ。小物体2個が北方約1万6000キロの上空に突然現れてすぐ消えました。そんなバカな錯覚だろう。いえ、確かにひょっとすると高速に近いスピードで何かが。バカバカしい空想科学小説の読みすぎだよ君。あ、うん。だな。気に入ったろ。こんな黄昏を空から見ることはめったにできないからな。本当ね。パパは負けず嫌いだから、こないだ気球を上げた外国人がびっくりするようにわざと夕方飛ばしたんじゃないの。はは、見破られたかな。ねえパパ、僕も操縦したいな。うん。いけませんよ、そんな危ないこと。つまんないの。死んでいる。私たちの責任ね。そうだ、我々の飛行音波の衝撃が爆発を起こしたんだからね。地球の飛行体がこんなに脆いと。あら、子供は生きているわ。そうか、この両親の姿を借りて助けよう。それがせめてもの償いかもしれないわ。
いかがでしょうか、先生。もう大丈夫。ゴンドラがクッションの役をしてくれたんでしょうな。思ったより打撲がひどくないんでね。そうですか。よかったわね。あなた方といい、ヒカル君といい、実に幸運ですな。あの高いところから落ちて無事なんですから。まさに奇跡ですよ。しばらく安静にしていれば元気になりますよ。いや、どうも。じゃあ、ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。いや、本当によかったな。故郷の星をこの手で爆破したのは悲しかったけど、あの子供を育てるということで気が紛れそうですわ。議論星人に乗り移られた仲間はもうエスパー星人じゃない。見たこともない恐ろしい怪物だよ。あの怪物を殺すためにはアースリーより仕方がなかったんだ。だがあの爆破で彼らは全滅しただろうか。私の予知能力では議論星人はもうカオラ星まで来ています。本当か？ええ。地球にもすぐ来るわ。地球人は彼らに勝てるかしら？無理だね。地球人は我々の超能力さえ持っていない。じゃあまたどこかの星に逃げなくては。しかしヒカルは人間だから連れて行くわけにはいかないじゃない。じゃあどうすればいいの？人間には我々にない力がある。だからその上に我々の超能力を合わせ持てば、あるいは議論星人たちに勝てるかもしれないよ。でもどうやってそんな。君は昨日見舞いに来てくれた浅川博士の心を読まなかったのか。私たちのおじさまに当たる方でしょ。ああ、あの博士は国連に所属している光波エネルギー研究所の所長なんだ。その研究所には人間の潜在能力を拡大する装置がある。それを特殊な強化服の中に収めることができれば、それを着た人間は素晴らしい力を持つことができる。そう。それで？私はその完成に力を貸そうと思うんだ。でもそれで私たちがエスパー星人だっていうことが分かってしまうわ。だから超能力を使って研究所に入り込むんだ。また失敗だ。やはり材質の構造式が間違っていたかもしれませんね。博士、もう一度作りましょう。博士、これから構造式を入れよう。それを解きながら解くことができる。それを着た人間は素晴らしい力を持つ。私はその完成に力を。
あなた疲れてます。少し休めなくてはいけません。できた。できましたよ、ミラ博士。おう、ワンダフル。とうとう見つけたね、浅川さん。早速、電子計算機で当たってみましょう。ではもう大丈夫ね。そう、あとはあの服を着る、いわばテストパイロットに光を選ぶように仕向ければ終わりさ。強化服を着た光をエスパーと呼ぶようにさせて。エスパー？ええ、私たちの滅びた星のたった一つの思い出に。いいだろう。どうしたんだ？来たわ。とうとうやってきたのよ、議論星人たちが。さっきの映画良かったね。素敵だったわね。今度また行こうか。ええ。あの動いてるのは何だ？自分たちで人間と言っているようだ。エスパー星人に似ているな。我々の寄生する生き物としてはどうかな。調べてみよう。君、今度休みいつ？水曜日なのよ。水曜か。ちょっとまずいな。どうしたの？大丈夫？大丈夫。これはどうした？我々の仲間が溶けて死んでる。我々議論星人はあっという間に殺している。恐ろしい。人間というのは恐ろしい怪物だ。しかし人間は何というものいものに乗っているのかわからん。人間という怪物は。もう一度人間を調べてみよう。これからお買い物していかない？そうね。あ、恐ろしい。あっという間にやられた。どういうわけだ？何にやられたんだ？ビールスだ。あの地球人についてるビールスは全く強い。あれに会うと我々は同化し溶けて死んでしまう。恐ろしい星だ、地球というのは。なに、そんな。ここで恐れてはダメだ。我々は別の手で人間を皆殺しにすればいいのだ。そうだ、人間を殺せ。殺せ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 。これが光波エネルギー研究所で発明された強化服です。高度のトランジスタ能力を内蔵した強化服は原爆のショックや高熱に耐える完全な絶縁体です。その能力はまずこの特殊送受信装置によるテレ能力。このボンベには光波エネルギーが蓄えられており、宇宙を自由に飛ぶことができます。この高能力は高度に発達したトランジスタ能力との組み合わせで、これを着た人間を無限に縮小することもできます。さてこれは冷却能力、救援能力を持つ武器です。しかしこの服にも限界点があります。ボンベのエネルギーは太陽光線が届かないところでは一定時間しか使用できません。無限に縮小するミクロ装置にも限度があります。ではこれを着る光君に宣誓をしてもらいます。宣誓、僕はこの強化服を正義のためにだけ使い、
決して自分の欲望のためには使わないことを。そしてまた、このことは世界中の誰に対しても、たとえお父さんやお母さんにでも秘密にすることを誓います。よし。以後、強化服を着た君をエスパーと呼ぶことにする。強化服を着なさい。飛べ、エスパー。みるみる高速に変わっていったわ。あなたの超能力と人間の科学力が生んだエスパー、本当に素晴らしいわ。どうしたんだ。議論星人が念力で飛行機の操縦士を。33号機、離脱の理由を知らせよ。33号機応答せよ。我々の電波に乗せた超能力は大したもんだ。ほら、そのまま低空でビエトロ国へ飛べ。そして水爆を落とすのだ。ビエトロはすぐ報復の大陸間弾道弾を発射するだろう。核戦争になるぞ。人間が滅びる。ビールスも滅びる。ダメです。何の反応もありません。ぐんぐんビエトロ国領へ接近中。やむを得ん。33号機を撃ち落とせ。絶対にビエトロ国領に入れてはならん。しかし、撃ち落とさなければ戦争になるんだ。やれ。はい。こちらは司令室。 SY1 号機は直ちに SY33 号機を撃ち落とせ。了解。 SY1 号機は SY33 号機を追跡します。SY33 号機発見。ビエトロ国首相か。こちらはアリカ国大統領。我が方の水爆積載の爆撃機1機が、どういうわけか編隊を離れて飛行の領内へ向かった。乗務員の気が狂ったらしい。発見次第そちらで撃墜していただきたい。了解。もちろん撃墜する。だが不幸にしてその水爆が我が領内に落とされた場合は、自動的に帰国に向けて同じものが返されることになる。その点はご了承願いたい。待ってくれ。これは絶対に我々の意思とは無関係に。アリカ国の爆撃機発見。方位モスク東南3万キロ、高度8000メートル上空飛行中。よし、第6戦闘機体出動。
はい、わかりました。国連本部の連絡で何者かに操られたアリカ国の飛行機が水爆を投下せんと米同領内に接近中とのことです。ん、何、それでは核戦争になってしまう。ですからエスパーを。よし、エスパーを呼ぼう。何ですか、おじさん。おお、ヘリ能力をマスターしたね。じゃあ緊急事態も分かってるね。はい、分かりました。初仕事としては大役だが頼む。地球の安否は君の肩にかかってるんだぞ、エスパー。行ってきます。しっかりやれよ、エスパー。気をつけてやるのよ。モスクさん、水爆投下、第一ボタンを押せ。オッケー。ん、でかしたぞ、イスパ。このまま安全なところまで持ってって捨てろ。爆発は20秒後だぞ。あんな能力があったのか。あ、エスパー無事です。おお、よかった。よかった。任務完了。よかった。無事でしたわ、あなた。よくやったよ、エスパー。